敵地に乗り込んできました。西の首位香川ファイブアローズのスターティングファイブは筑波拓郎、相馬拓也が11月28日以来のスターティングファイブ。出だしから高いエナジー、しかし切って剥がして石川斉藤、スリーポイント成功。ウッドベリーの野崎、長くボールを持ってウッドベリーコーナーに送ってスリーポイント決めた上原純喜。ウッドベリーのミドル決まる。小玉にジョーンズディープスリー決めた、阿部瑞樹。スイッチ、さあウッドベリーのカモ、その上からウッドベリー決めていきました。残り2分、点差を詰めるか名古屋、引き離すか香川、中からダンク、アブナスプラン。2度目のタイムアウトを使ってきました。20のドライブ、ウッドベリーとランナー、 M1 ウッドベリー、スウェリー M1。 この位置からドライブで進入、クエリ。最後は児玉のショットでフィニッシュでしたが、チップ、ジョーンズすぐさまスリーを打っていく。ディープスリーは決めた、フロムダウンタウン。ディープスリーでついにワンポイント差に迫りました。スリーポイントラインから伊集からバーグ、そして筑波、バーグ、バーグ、エンワン、ブロントスリー放って決めた。ぽっかり空いたところ、ボールが落ちて、ここで試合終了。ファイティングイーグルス名古屋対香川ファイブアロー、東西地区首位対決。